こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶垣の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、細雨衣を潤して見れども見れずです。これは細雨衣を潤して見れども見えず、寒夏地に落ちて聞けども声なしによる言葉で、意味は細かい雨が衣服を湿らすが見ようとしても見えず、ひっそりと咲いた花が散るけれどもその音を聞こうとしても聞けないということ。生き生きと働き続けているけれども常人には捉えがたい大生命の力の比喩です。今から細雨衣を潤して見れども見えずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。